カモンベイベイベイ気分上々上気分上々はあだちだよイエーウーということで、今日は何をするんですかって何これ思ってると思うんですけど、今日はホイップクリーム1本使い切るまで帰れませんしますイエーイ、もろパクリやないかと思った方がね一定すると思うんですけど、もろパクリやないか委員会の方にはちょっと慎んでお詫びしたいというか、もろパクリやないか委員会の人はちょっとブラウザバックしていただく形で今日はちょっとなっていただくんですけど、申し訳ありません。でも今日は誕生日の時にケーキ作ったのだよ。でもその時にホイップクリームをね、ジュルジュルって使ったんだか、なんか2本買ってきて、1本余ったので、ちょっと使わないといけないなということで、ちょっと YouTube でじゃ使ってやろうかということで、ホイップクリームを1本使われてね、というのをやっていきたいと思います。イエーイ。ということで本日の入場者なんですけど、大きなパン、フランスパンと言いつつフランスパンではなかった大きな大きなパンです。何か忘れました。大きなパンですね。あとはフルーツ甘さということで、まあ合うようでしょ。いちごちゃん、あなた最近出てくるね、よくどっかに。パイナップル、あなたも最近よくどっかに出てくるね。委員会の方々にはよく出てくるよねってみんなで、ね、出てきますよね最近。足立くんの動画いちごとか出てきますよねとか、まあ、そういう感じでみんなで談笑していただけたらいいと思ってます。でもしょっぱいのもいいかなということで、チップスターさんをもうご入場しただけってときもそうして、カントリーマーム、ちょっと昨日お腹空いちゃって食べてしまいましたで、カントリーマームさんにね今日はご入場ということで、いらっしゃいませ。今日はねこのメンバー出してこのホイップクリームと戦ってやるぞっていう感じの動画となっております。動画構成は分かりましたか今日の。はい、うわな、はい、今なんでうわって言ったかは、またイチゴ洗わんとあかんのかめんどくせえなと思ったからです。じゃあ早速いきまーす。画面展開、はい、やっていくよ。みんなみんな集まって、ちびまる子ちゃん始まるよ。無難なイチゴからやっていかないっていう気持ちではいるよね。これどうやって開けるの。フリーのいきまーす。3322111チェナー。最高じゃん。何なんだよこれ。周り片付けるわ、食べる前に。危ない、これ絶対落ちるよ。早く早く食べないと本当に。いきまーす。いやで、キンキンに冷えてやがる出たいの始まっちゃう。めっちゃ美味しいんだけど。めっちゃ合うし。そりゃそうか。ちょっと待って。美味しい。パイナップルも食べていく。さて、一体パイナップルと合うのか合わないのかどっちなんだ。でもじゃあパイナップルさ、自分練乳つけて食べちゃうタイプだから合うと思うんですよね、自分の口に。いっちゃいなー。おお、回ってくれるんだ勝手に。うれちみ。あ、もうちょっと、まだつけた方がいい。もっとつけた方がいいわ。もっと思い切って。つけにくいな。もっとさ、フォークで食べればよかったね。え、美味しい。よいしょ。どうせなくなるので。舐めちゃいました。あと自分次何食べればいいんだろうか。まあ、パンかな。次無難だといえば。こういうの自分開けれないタイプのやつやねん。ハサミじゃないと。一体このパンは何なんだっていう話なんや。フランスパンじゃなきゃな、おめえは何なんだよっていう話なんですよ。な、わかるかてめえよ。こいつ全然わかくねえよな、ほんと。いっちゃいなー。
パンに溺れてしまったわ。めっちゃ硬いじゃん。歯折れるて。これちぎって食べた方がいいやつだわ。絶対、絶対な。絶対な。あの、ホイップクリーム使い切り放題するときは、みんな気をつけてな。思ったんだけど、これを食べきるじゃなくて、こっちを食べきるだから、こっち使わないといけないんだった。忘れたよね。いや、美味しそうじゃない？うん。やばい。なんか、モンスターハンターでもしとる今。モンスターハンターの中、今だ。すっごい野生系になってるわ、自分今。狩りに出てたっけ？いつの間にか。カントリーマーム。いや、これはもう勝ちですよ。正直な。カントリーマームなんてもう生クリームのために生まれてきたもんなみたいなもんですからね、これ。ああ、おいしい。牛は奥さん。終わりが見てない、見えない。果て果て、終わりが見えない。果てまで続く。今日は動画を終わりが見えない。無作か思う。うん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 。え？めっちゃついてるんだけど、ここ。いつだよ。いつやったよ。なあ。なあよ、てめえいつついた？なあ、なあ、一体美味しいのかっていう話なんですよ。あね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 、おう、まあ普通に食べたら美味しいわな。ということで一旦全部食べ終わったわけなのだが、まあ。フルーツが無難じゅな。その前にサムネ撮るか。忘れたぜ。危ね危ねっと。なんかやだな、もう。時すでにやめたし。お寿司。てめえだけだよ、信じられるのは。な。なんか画面暗くね、ずっと。ん？え、暗っ。もう腹立つのに。みんな上がってる人がいたら申し訳ないのだが、もう食べたくないですね。あの今絶対終わらないと思ってるよね。絶対こいつなくならねえだろうって永遠出てきてるみたいな。こう置いたらね、下から注入されてるんだよね、これ。つまりパンドラの箱開いちゃってるっていうことなんだよね。私パンドラの箱まだこずってんの自分ぐらいやで。つまで自分パンドラの箱とか言ったよ。なんか忘れた気がするな。なんかな、もう一食品忘れた気がするんけど、あのもうなかったことにする。だってもうお腹いっぱいだもん。これでなんか出てきたら試合も食べなきゃいけないってことでしょ。もうやめて。いじめじゃん。最近ね、唇が緩いんだよね、本当に。なんだか全部入れたものが全て出ちゃう。怖いよ、本当に。もうね、いつ出てくるかわからないからね。歯の動画のコメントにさ、やばいっすよ。早くどいっすよ。マジで。早くしないと、抜歯っすよ。とか言われて。ってなったから電話しようと思います、歯医者さんに。はい。はい。怖くない？なんでこんな出るのかだろうか。あんな分かったことがある。判明いたしました。多分他の YouTuber さんさ、まあ、1本使ってると思うけど、めちゃくちゃカットしてるから10分くらいの動画になるわけじゃないですか。だから、あれ？先生そんな余裕じゃんとか思うじゃん、見てて。全然余裕じゃないね、これ。本当に。これがリアルよ。これがリアルガチですよ。あのね、もう 5G になんで重さというものを送れないのかっていうぐらいね、まだまだ重いんだよね、これ。まだね、ちょっと、
結構小さめの赤ちゃんぐらいあるんだよ。これやばいよ、ほんとに。筋トレできちゃうぐらい重たいもん。もう帰りたい。今日は、一本使い切るまで、帰れませんという動画なんですけど、さすがに帰りたいです。ちょっと今日はさ、ちょっとピアノレッスンがあってさ、もう、ケツが決まってんのよ、ケツが。わかる？ケツ、ちょっと業界用語使ってごめんな。業界用語使ってごめん。ケツっていうのは、ちょっと最後の終わりの時間が、最悪の終わりの時間が、ちょっとケツがあるのよ、今日。ピアノのレッスンがあるからな。やばいな、今日。いや、今行かないと、あと、待って、こっから家まであと、何10分かかって、それから準備して、レッスンのとこまで行くのに30分かかって、やばい、もう遅れちゃうわ。ごめん、ごめん、ごめん。食べきる動画やったら、時間の関係上食べれない。時間の関係上一歩使い切ることができなかったということなのだら、ごめんな、ピアノのレッスンさえしてなければな、食べてながら。ということで、本当にごめん、マジでごめん。本当ピアノレッスンだ。ピアノレッスンやばい。この残った方たちとホイップクリームはまたなんかいつか、こいつは食べるけど、ホイップクリームはまたいつかの機会に、まだ動画で使うかもしれないし、もしかしたら一人でガーッと食べてるかもしれんけど、はい、そうします。ということで、これがチャンネル登録とよかったらコメントもお願いします。もろパクリエ内科委員会の皆さんも、もしここまで見てくれてくれてたらありがとうございます。ということで、僕はピアノのレッスンに行ってまいります。あ、ボーイ、ダラララン、ダラララン。